最近どうしてもこの演歌が不作じゃないか、どこ行っても演歌がちょっと寂しいじゃないか、まあこれそう言われればそうなんですよね。これは時代とともにやっぱり世の中の変わりとともに私たちの演歌もなんか少しこういろんな形に変わってきました。ですからやっぱり今の若い子たちの活躍が目立ちます。で、私はいつも言うんですけども、この歌は聴くもんでと、聴いてもらって、特に演歌の場合は皆様方に喜んでもらう夢を、それから希望、元気をということで頑張ってきたんですけども、この頃は時代とともに聴くという前に見せる歌になったというのが現状のような気がします。そして今の若い子たちの活躍を見てますと、また一段とすげえなと思いながら、いやいやぼやぼやして俺たち行くとだんだん俺たちが寂しくなっちゃうなというのを感じていたところへ、 JTB さんが演歌はやっぱり日本の歌だ、山で働く人、海で働く人、ネオンの裏町で働く人、そういう方々のために生活の歌、演歌はやっぱり大事だよ、消えることない、ぜひともこれからまた頑張ってずっと続けて私たち応援したいというお言葉をいただいて、もう感動しまして今日出席させていただきました。どうぞよろしくお願いします。私ごとになっちゃうんですけれども、この道おかげさまで間もなく60年を迎えますね。で、80、今年は3歳を迎えますね。それでもまだこの道を歩かせてもらえる、これはこの演歌のおかげ、そんな演歌をやっぱりこよなく愛していただき、で愛すると同時になんかすごく大事だなというのをお言葉いただいて、で私もいずれ終わるんですよね。で、終わる前にずっと以前から日本国中ずっと回って皆さんにありがとう言って終わりたいなと思ってたんですね。ところがこの JTB さんが今回こういう形で応援してくれるというから、お言葉借りまして、お力を借りまして、私はここから全国の皆さんに JTB さんのおかげでちゃんとご挨拶感謝を申し上げたいなと、そういう意味で頑張りたいと思います。実は今日が美空ひばりさんの命日ということ で、ちょうど私は駒の舞台やってる時ね、ひばりさんが亡くなったって聞いて朝9時ごろ行きまして、お家行って病院から帰ってきたそのままの布団の上に眠ってるひばりさんを見ながら、なんかねえ、もうたまんない気持ちでというのがすごく残ってるんですね。それがまた新しい時代の今日こういう形で発表できて、すごくなんかやっぱりあの人も演歌ですから、そんな意味ではやっぱなんかこうどっかにつながってんのかなって気がします。私は確か第1回目から参加させていただいてます。それからもう17年という、もう本当に歴史のあるこの夢祭りという舞台にまた参加させていただけるということは本当に光栄でありますし、見ていただくお客様も楽しみにしてくださっていると思いますが、出る側の私たちにとっても大先輩の北島さんの歌が生で聴けたりとか、またこの歌仲間たちと一緒にこう集って一生懸命歌う舞台というのは私たちにとっても貴重な舞台でもございます。本当一つ一つが勉強だと思って、これからも先輩たちの後ろの背中を見ながら追い続けてまいりたいと思います。もうワクワクしております。楽しみで、もう早く始まってほしいです。今回私は3回目、この夢祭りの舞台に立たせていただきます。今藤先輩もおっしゃってましたけれども、本当に今回の令和元年を迎えて北島先生はじめ、藤先輩はじめ、もう大先輩諸先輩方、そしておかゆさんはじめ、一緒に一生懸命頑張っているアーティストの皆さんと大きな舞台に立たせていただけるというのは本当に幸せです。なかなか自分が立てない舞台にも大先輩方と一緒だからこそ立てる喜びであったり、またお客様との触れ合いというのを毎回感じさせていただけるのがこの日本演歌の夢祭りなので、今回も各地域の皆様との触れ合いを大事に精一杯歌わせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。今回初めて出させていただきます。女ギター流しとして活動してましたおかゆと申します。よろしくお願いいたします。本当に北島
大先輩の前でちょっと流しの話をするのは大変恐縮なんですけれども、2014年の1月から流しとして全国各地を回って、4月1日に47都道府県を全国制覇いたしまして、今回もう素晴らしいこのイベントにですね、大先輩方とご一緒させていただけるというのは本当に夢のようで、今もう感激で胸がいっぱいなんですけれども、大先輩方の背中を追いかけていきながら、近くで勉強させていただきながら、今回令和への新しい架け橋と自分もなれるようにですね、アシスタントとしても精一杯努めていきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。